はい、どうも、えらい店長です。えっと、大川隆法の長男のね、広ロと構想状態が続いているわけね。うん、まあ、彼がめちゃくちゃな悪口を言い出して、まあ、それに俺が乗っかってね、えまあ、バトルしてるという、まあ、流れがあるわけだけど、まあ、まとめとかいろいろあるから、まあ、見てもらえればと思うんだけれども、まあ、彼からちょっかいかけてきて、俺がその喧嘩を買ってる状態ね。で、それでさっきね、彼が、まあ、この前突とかしたけれども、その後に、まあ、彼がライブとかやったの、YouTube ライブ。で、まあ、俺との、その、まあ、俺の、 ファンとかね、要するに、広瀬アンチみたいなコメントもいっぱいあったんだけど、まあ、全部それ仕方をしてたわけね。で、まあ、それやってるよみたいな話したから、もう俺ライブ行ってみたのね。で、コメントしてみたのね。あの、なんだろう、その、おライブやってんなみたいなことをコメントしたら、めっちゃ顔曇って目泳いでさ。で、それで、その、なんていうのま、仕方を、うん、選んだわけよね。で、なんか皆さん、その、お金なんでスパチャしてくださいって情けなく言ってるから、スパチャの一つも送ってやろうと思って送ろうとしたら、まあ、ブロックされたわけね。うん。 まあそういうふうにやるんだと思って、で、アカウント変えて、メインチャンネルの方からね、こうスパチャしてみたの、これ。お疲れちゃんとか言ってね。うん、まあふざけてんだけどね、もちろんバカにしてんだけど、そ、うん、したらもう、まあ仕方ですよ、こんな顔で。こんな感じの顔でね。えー、なんかめっちゃ困った顔して、えー、仕方、うん、という道を選んだと。何終わりじゃあこれ。喧嘩終わりなのお前としてはもう、白旗みたいなことこれ。うん、でね、うん、もう白旗なんだね、じゃあね。うん、そういうこと、うん、もう俺相手にしないとそういうこと、うん なんかもう、今、最近動画上げてないけど。うん。ねじゃあね、ほんと言いたいんだけど、まあ、喧嘩できねえ雑魚はね、えー、二度と絡んでくんなって話だよ。うん。本当にね、うん、自分で喧嘩したことないだろ、お前、うん。一方的に悪口言うだけでね、言い返したいことないだろ。うん。そういうね、なんていうか、うん、しょうもねえね。喧嘩できない奴がね、その、喧嘩を追ってくるなと言いたいよね。うん。でね、折原だかね、スーパードミネータかな、知らないけどね。 その辺の辺なんか自分の喧嘩をね、その人になんか投げて、えー、それで戦わせようみたいなね。そういうしょうもねえことするなと、うん。自分でね、自分の責任取れない奴が喧嘩しようとするなよ。ってことだよ。うん。でね、自分で喧嘩したことないんでしょ、おそらくね。うん。で、前ね、あの鴨頭さんっていうね方をね、叩いた時があった、広ロさんがね。ヒロシさんって言っちゃった流れでね、広ロのアホがね。 鴨頭っていうのを正したんだよね。その理由が、なんか、情報賞、高い情報差を売ってるという話だったんだけれども、じゃあお前ね、お前の店で売ってる50万のシャンパンってどういうことなのと、鴨頭と何が違うのって話で、まあ、そういうね、こう、人間性の浅さ、うん、というのが、君のね、す、え、べ、ー、てに出てるわけよ。うん。だもう大川流法の息子っていうことしかバリューがないね、えー、誹謗中傷やるなわけですよ、あなたは。うん、でしょうん。 で、だからそういうね、人間性の浅さあというものが出てるから、お前の作品はね、面白くないわけ。グレーゾーンもね、クソみたいな作品だったの、うん、なんか5000万か8000万か借金してさ、作った知ら,知らないけどさ、本当にゴミみたいな作品、うん。で、今後お前が作る作品も、なんか今は映画生活の仕事で忙しいとか言ってるけど、絶対面白くないから。うん、もう断言してるよ。一生涯お前の作品は評価されない。なぜなら、お前が面白くないから。うん 人間性の浅さが滲み出る作品だから。うん。でもね、世の中に対する改造度も薄いし、自分でその覚悟を決めてないしね。なんかふわふわしてるね、お前は。うん。現実を生きてないわけ。でね、こっちはね、家族や死なのに必死なわけ。お前みたいなね、その、なんか、うん、反射気取りのね、チンピラにね、えー、なんか、チョッカーかけると迷惑なわけ。うん。二度とね、チョッカーかけてくんなよ。うん、ほ、うんに。と言いたいわけよ。でね、 お前も子供いるとか言ってさ、子供いるんだろんでなんか、あの、奥さんとの約束で会えないとか,なんか言ってるけどさ、養育払ってるお前。養育払ってねえだろ。絶対払ってないだろ。金ないとか言って。払ってんの払ったらごめんけどさ、払ってないだろ。でね、それでね、なんていうかその、親気どんなっていう話なんだよね。俺が言いたいのは。うん。なんか息子も迷惑だから。普通に考えて。うん。そういうね、その、子供にも金を送んないと。で、要するに、果たすべき責任を果たさない。 ね。えー、それで、まあ、そういう浅さ、現実との向き合いなさっていうのは作品にも必ず出る。うん。絶対にこれはね、面白いわけにつけれない。うん。苦しみ抜いてないから、全然。なんか、ふわふわしてんだよ。俺に喧嘩を打った時だってさ、どうなるか分かってねえだろ。ちゃんと。うん。どういう風になるか。ね。ちゃんと俺が反撃する人だから、それがどういう風になるか。なんか、ふわっとしてんだよ。うん。で、カリンちゃんとかにね、誹謗中傷した時とか、逮捕された時とかも、なんか現実じゃないのよ。うん。なんていうか。 なんか、だからさ、その、言ってもいねえね。警察がなんか、その、インフルエンサーをパクるとか言って、言ってるんだとか言ってさ、悪いことしたから捕まってるのに、その現実を直視できないわけ、お前は。うん。なぜなら人間性が浅いから。うん。子供みたいな感じはガキだからさ。うん、ほんとにね。だそれが、何回も言うけれども、作品には出る。うん。だから、お前の作品はつまらん。うん。でね、お前がなんか仕事仕事忙しい忙しいとか言ってなんか、点滴打ってなんか体調悪いとか,か言ってっけどさ、で、体調悪いとか言った後にさ、あの、 なんか今日も出勤しますとか言って頑張りますとか言ってるけどさ、病院迷惑だから、うん、ちゃんと体調直せや。ね、うん。酒飲んだら体調悪くなるから。でね、お前の店みたいなね、うん、なんか誰かが来てるか死んねえけどさ、誹謗中傷で集めた、ね、客、うん、から金絞るのはね、仕事って言わねえんだよ、そういうのは。うん、そういうのは仕事って言わねえの。うん、お前なんか仕事だ仕事とか言ってるけどさ、お前仕事したことねえだろうよ。ね、うん。ちゃんと仕事しろよ。ね。なんか、 なんだっけさっきのライブでもさその、うん、妹や弟はそのバイトもしたことなくて車の免許を持ってなくて、ね、どうすんだろうね時30になってとかってお前こそどうすんだよ35になってさ子供思い出いうなんか舞台だとかってさ遊びだろ要するに遊びにさ熱心になって映画だとかってさ仕事じゃねえからそれお前みたいにつまんない作品作るのは趣味だからそれは趣味っていうのは仕事した上で余暇でやるのうんお前は分かってないかもしれないけどね だから、ちゃんと仕事して、基盤を作って、借金返して、その上で余価でやるもんだろ。ね。売れるのかお前さっき売れねえだろ。つまんねえから。ね。うん、だから、唯一あるね。お前この前スピード違反してたけれども、スピード違反してたけど、お前に唯一ある技能っていうのは、車の運転ぐらいだよ。はっきり言って。ね。人もついてこない。ね。えー、なんか酒も別にうまいの使えるわけでもないと。うん。で、なんかホストとかも続かねえだろ、お前。だって話面白くないんだからさ。だって浅いんだもん、人間性が。ただ、大川隆法の息子で、有名だと。 言うだだけけけでその貯金を食いしてるだけなわけでお前のピークは、大川竜穂死んだ時だよ。うん。それが人生のピークだから。それ以上になることはないわけ。うん。でそれをね、見つめて、これから人生長いんだから、それこそね。あの、なんか娘、妹、弟心配してたけどね。お前自分の心配しろよって話でさ、あと50年がらい生きるんだよ、お前はね。多分ね。あ大きな事故とかなければ。そのその時にね、なんか70になってさ、竜穂ちゃんこんにゃくでとか言ってんのか、お前は。本当にさ。これ息子見てどう思うんだよ、それはね。ちゃんと考えろってことだよね。 だからね、その、唯一できるのは車の運転というんだったら、まあ、タクシーの運転手とかね、トラックの運転手、それも簡単な仕事じゃないですよ。うん、お前みたいなのにつまんないと思うけど、まあ、唯一できるとしたら、まあ、君の技能ではね、それが稼げる仕事だということをね。 やってね、ちゃんとそれを働いて、えー、その誹謗中傷でね、ええー、とか言ってね、それで広告費稼いで、それは仕事とか言ってんじゃねえよ。なんかわけわかんねえさ、金ないとか言いつつさ、カルト宗教をぶっ壊すポスターとか言ってさ、突然のやつお金かかっちゃいましたとか言ってさ、車運転してたろ、それで。ね、緊急の仕事は車運転しませんとか言っといてさ、そういうね、その、なんていうか、ずれ、ずれ方というかね、カルト宗教ぶっ壊すことないんだろスケジュール次第なんだろ、まあ言ってたよな。そういうね、その、なんていうの、しょうもなさ、あーというのを持って、まあ、俺に喧嘩売ってくんだよ。 うん。本当に。俺はね、家族や死ぬために必死ですよ、ね。生きるのに必死。ね。そういう人間に対して、その、喧嘩もできねえ奴がさ、喧嘩をってくんなよ。本当に、うん。だから分かったら二度とちょっかいかけてくんな。っていうのは言いたいことだよ。ね。で、まあそれが言いたいだけなんだけれども、まあ、今回もって、まあ、彼に触れないとかはしない、うん。俺は別に今後も、あの、お前がおかしい発言したら言い,言い続けるしで、今までされたこと許してないから、絵で、ね、バーテンしないとかね、冗談だからね。うん、普通に。 当たり皆さん分かってると思うけど、お前なんか来てほしくないですね。うん、その、なんていうか、馬鹿にしてるだけだから、それは。分かっていただけると思うけど、なんていうかね、許せない。うん、許せないね。うん、その、嘘、虚構を交えて、その、誹謗中傷してきたと。えー、無理筋で俺になんか、土屋の首にしようとか言い始めて。 え、それで、その、部が悪くなってきたらなんか、俺がカルト宗教だとこうのとかってね、え、もうないこと、ないことないこと言って、え、こう、俺の周りも含めて、嫁さんとか含めてね、攻撃したことで許せない。うん、で、これはね、お前から真摯な謝罪があるまでは一生許すことはできない。うん、だから、今後もお前の発言はもう注視し続けるし、ま攻撃し続けるし、 えー、それはねもちろんその合法的な範囲でね、えー、し続けるから、あで,まあ、で、お前の先品っていうのもちゃんと見れて、酷、え、評、ー、するともう、ね、つまんないしね、だって、絶対つまんなくて分かるもん、見る前から。で、そういう、まあ、俺は、まあ、しつこさを持っているけれども、えーまあ、それが嫌だったらね、ちゃんと何が悪かったのかということをね、えー、その考えて謝罪してもらいたいと。まあ、謝罪してもらいたいして別に謝罪してもら,いたい謝罪してもらって許,し許すわけでもないけどさ、ちゃんとけじめつけろよ。ね、鴨川さんとかちゃんと謝れよ、えー。っていうことをしないと、お前は先に進めないと思うよ。 うん、ということ。で、まあ、それをしなくて逃げるんだったら、二度と出てくんな。YouTube とかね、えー、そういうなんか、Twitter とかでなんか、大信って出てくんだよ、うん。で、小物なんだからお前は、うん。っていうことを言って終わりたいと思います。はい。まあ、ちょっと私ちっと、ねえー、ちょっといろいろね、ちょっととっちゃかっちゃってましたけれども、まあ、要するにちゃんと働くということ、うん。で、その上で、その、そういう中でやっぱりね、まあ、理不尽なお客さんがいるよ。ね。そういう中で、えー、なんて言うんだろうな、その、自分の、 社会との向き合いみたいな中でね、えー、初めてその苦しみの中で、えー、面白い作品って生まれてくると思うし、今のお前の浅さではね、絶対面白い作品書けないから、うん、やるだけ無駄だからね。えー、それはね、その、俺が言ってるよ、単言してる。お前と付き合いの長いだって、お前さ、5年以上付き合ってる人がいるかいないだろ。うん、いないっしょ。お前とね、5年以上付き合ってる人がいないから、うん、そういうね、なんていうか、あのー、 まあ、過去の友人としてのね、その意見をね、言っておきますけれども、んでん、終わりたいと思います。まあ、そんな感じですね。えー、まあ、ということで、まあ、えー、彼らへの言及はね、その、今までより少なくなると思うけれども、えー、まあ、言いたいことはこれで、まあ、ほとんど言っているということですね。で、個別に、おかしいところは今後も続いていきますので、よろしくお願いします。ということで、バイバイ。